愛車のコンディションを維持するために、定期的に行う必要があるオイル交換。業者や車の種類、オイルのタイプによって異なるが、普通車で4000円以上かかるこの作業を、なんと100円でやってくれるのが、現在様々な不祥事で話題のビッグモーターだ。あまりにも安すぎるが、果たして、きちんと交換作業をしてくれるのだろうか？そう、ビッグモーターのオイル交換100円、やはり罠だった。オイル交換100円、の謳い文句に釣られていくと、愛車の不具合を指摘され、詳しい説明もないまま見積もりを渡されるという。この件に関しては当チャンネルの別の動画でも紹介している。広域指定暴力団ですかね。罠 100%。罠チケットを売るやつも犯罪幇助で犯罪者だよな。無料引き取り配信回収が実は有料だったとか、竿だけ1000円とか言って実際は倍額以上だったとかにも引っかかりそう。オイル交換を申し込み権利がもらえる件なんだよ。オイル交換無料券、100円で売るよ。マジか。100円でオイル交換できるなら買うわ。あ、これちょっと部品交換しないとマジヤバいっすよ。え、そうなの？今なら3万5000円で交換できますが。じゃあお願いします。こんな感じか？ちょっと違う。ここ悪いよ、見積もり3万5000円提示、他店で見せる、問題ないよ。ビッグモーターにオイル交換しに行ったら、車検の予約したら無料になりますよと言われたので予約して、その時とその後もう一度無料で交換してもらった。翌年に車検に行って、見積もり取って、内容の変更を相談しようとしたら、変更はできないと言われた。なぜかと聞いたら、車検はパック料金とかで、あらかじめ総額が決まっているという。釈然としなかったが、車検を辞めるとオイル交換の費用を請求されると思ったのと、なんか面倒だったので、そのまま出された見積もりの金額で支払った。今から考えると、ぼったくられたのかな、と思う。俺はそれ以来ビッグは利用していない。これはひどい。完全に反射でわろた。ぼったくりとまでは言えないと思うよ。自分はコーティング有名なとこでやったら車検間近にやってくれ言われて、もちろん交渉したら、そんなに安いの？って金額だからやってもらった。当日オイル交換勧められて、今のオイルの性能上まだいいって断ってもしつこく、お願いされて最後かわいそうだから交換してもらったよ。多分直接店の売り上げがそれくらいしかないんだろうなと。まあ納得できないのは嫌だよね。ぼったくりバーかよ。BM、うちのワイパーゴムはな、カーター元アメリカ大統領の農場で栽培された天然ゴム使ってんだよ。ワイパーは合成ゴムだから天然ゴムじゃないと思うけどな。某ガソリンスタンドでエンジンオイルを交換してもらったら、修理が必要って言われて車を作業台から下ろしてくれなくなったことがあるわ。スマホで警察に通報したら事情を説明している間に慌てて下ろしやがった。関わりたくない。店に入った瞬間に負けだな。こんな状態なのに上からガンガン営業ひったつ言われるらしいからな。少ない客を肩に入れてぼったくる気満々だよね。これってビッグモーター関係者が出品してない？多分、そうやろね。素人が入手できるもんじゃないし。マキエワロタ。本当に関係者が出品しているのかはわからないが、そう疑いたくなる気持ちもわかる。部品無料剥ぎ取り券。まあ、ただで呼び込んでおいて。からの。暇だから今度行ってみようかな。潰れちゃうかもしれないし。無理、怖すぎて近寄れない。チャリで行った方がいいよ。ヤーさんよりひどい商売してるところに行くとか勇気あるな。やめとけ、奴ら今切羽詰まって追い込まれてるから何されるかわからんぞ。今ならむしろちゃんとしてるだろうから車売ろうか少し考えてる。多分やめるが。あなたみたいなのが何度も騙されるから不正やめられんわな。その程度で買えるオイルって、廃車から回収した廃油くらいしか思いつかない。ビッグモーター、本当に大丈夫な油を使ってたのか？汚いオイルを入れてわざと壊すとかやってないよな。100円オイル交換何度か使ってるけど車がポンコツすぎたのか。そんなことは全くなかったな。車検のセールスはあったけど、それより、本当にオイル交換してたのか不安になるわ。今だったら、お前わざと傷つけただろ、ゴルフボールで壊しただろと逆に脅す奴が出ると思われる。まるで罠じゃん、たまったもんじゃないな。竿や竿だけ。実際オイルってどの程度の頻度で交換しないとまずいわけ。俺は2年1万キロペースで交換してるけど。酷使する乗り方じゃないなら、2、3万キロでも平気だと思うぞ。さすがに3万キロだとオイル継ぎ足ししとかなきゃダメじゃないか。1万キロでももったいないくらいか。近所のビッグモーターで一回相談してみるわ。一部の特殊な車を除きメーカー指定は1年1万キロ毎回エレメント交換、ただし減ってたら補充してだった。ビッグモーター、100円でオイル交換できるわけないでしょ。現実的に考えて。どうせまた不正するんだろ。最低修理費30万で無理やり。ここまで来ると車に乗らないのが吉とすら思う。他の業者も怪しいとこあるんじゃないの？
オイル交換無料とか完全に巻きえよ。普通の店でもたまにやることあるだろうけど、ビッグモーターなら何されるかわからんから怖くていけんわ。車壊されたら嫌だし。悪徳業者はファンベルトとか古いものに変えた上で新品への交換進めてくるとか聞くからな。ただでも信用できない店に車預けたら損でしかない。俺もこのオイル交換に惹かれてビッグモーターの愛媛、松前店に行ったけど車検の見積もりで20万超える見積もり出されたわ。車検で10万超えること滅多にないからほんとぼったくりだよ。高いね。ディーラーで車検してるけど10万超えるぐらいじゃなかったかな。ヤーさん、ここまでえぐいことは要せんわ。無料で点検しますよからノアー故障してますね。ムーブはたまに聞く。俺はガソスタでバッテリーの検査されて寿命ですって測定結果見せられた。1週間前に車検で交換してるけど。って言ったらなんか言い訳しながら奥に消えていった。ガソリンスタンドとかもバッテリー弱ってますねとか平気で嘘つきまくるからな。全く必要ない電車とかに水抜き剤売りまくったわ。業界がもうそんな感じなんだろうね。本当怖くてもう近寄れないだろ。近所にあるんだが客いるのかね。発覚した不祥事の内容がないようだけに、消費者からの信用は地に落ちている。そんな中、オイル交換無料券が某フリマサイトで出品されているという。ほう、ビッグモーターオイル交換無料券、メルカリで出品相次ぐ。某フリマサイトで検索すると、ビッグモーターのオイル無料交換券が多数出品されている。だが、現在修理の新規受付を停止しているという報道もあることから、購入してもいつ使用できるかは不透明のようだ。どうせ買えない。これ。いらねえ。メルカリに出品してる時点で無料じゃなくね。オイル交換したら最後車ぶっ壊れそう。記念品として欲しいやつ配送。もともと記念品だしな。オイル買えるついでにゴルフボールで芝いておきやしたぜ。金払って車ぶっ壊されに行くやつおるんか。抜かないオイル交換。ジンバブエの姿勢みたいな扱い。入れ替えた気分になるけん。当たり前だが、全く信用がない。今は買いじゃね。今メンテは受け付けてんの。受付停止&無料券返金コンボが来れば一気に化けるぞ。買っとけ。受付停止、経営破綻でそのまま返金なしの方が可能性として高そう。ちょっとした小遣い稼ぎになるか、ただ損をするだけなのか、今後の動き次第だ。こういうのって無料で釣っておいて、無ほど営業かけられるやつでしょ。それな車検近くなったら電話してくる。オーバーヒートして廃車したって言ったらかけてこなくなった。そうだよ、まずは来てくれないとスタートできないからね。オイル交換程度で客の囲い込みできるなら安いもんだ。勝手に別のとこ直して金取るとかやってたぞ。個人情報アザースだろ。オイル交換のついでに車も交換できるかもよ。最初の車検で持ち込んだら数年前の車にすり替えられてるかもよ。壊されたくない。修理受付停止とか。じゃあ今メカニック何してんの。研修かな。会社の修理してるんだよ。治るだろうか。今は仮にちゃんとやってくれたとしてもだ、次使う時には店舗が消滅してるだろ。騒動発覚後もこれだからマジで入れ替えたふりする。そう言ってスレミンが貼ったのは、ビッグモーターで数日前に車検から戻った車を受け取ったという人の SNS だ。納車時は新品タイヤ4本を履いていた愛車が、ビッグモーターから帰ってきた時にはボロボロのタイヤ、しかもメーカーがバラバラなフルタイヤにすり替わっていたという。さらに車内のドライブレコーダーからは SD カードが抜かれていた。帰省や用事と重なり、約1ヶ月もの間ビッグモーターに預けていたのだという。その後、ドライブレコーダーの件は和解したそうだが、タイヤの件は未解決のままだ。3日前の話かよ。ゴミじゃん、きちんと制裁してほしいわ。うわぁ、うわぁ。なんで車検で1ヶ月以上預けっぱなしなのよ。いくらなんでもさすがに何かの間違いだろ。でもないのか。さすがに入庫時の証拠がないと信じらないな。あまりにもひどすぎて信じられない。まだやってんのかよ。どうなってんだこの空会社。ドラレコの SD カード抜いて証拠隠滅してるのヤバすぎ。嘘だろ。この状況でできるなんて洗脳レベルだよ。なんでこんなことしているのに、今までマスコミは取り上げなかったんだ。これは大拡散しないとな。バカにするにも程がある。まるで犯罪集団みたいだ。これは6月に車検に出した時はまだ CM 流しててマスコミが報じてなかったからだろ。もうこれパブリックエネミーだろ。タイヤ盗まれてんのか。最近じゃないけど車検だか修理に出したらスピーカー盗まれたのもあった。取り外されてると指摘したらビッグモーター側は知らないの一点張りだったと。タイヤにスピーカー。被害者の勘違いではなく、本当に盗まれていたとしたら、これは立派な犯罪行為だ。天地、神明に誓って、交換、いたします。企業相手に好き勝手書いてるお前らが落ち着いてきた時に、信用毀損罪とか名誉毀損罪とか侮辱罪に問われないことを祈るよ。
前ですら買えるか怪しいのに今回の件で会社が風前の灯火だし一銭にもならんのに買えるわけねえよ。オイルとは言ったがサラダ油かもしれない。トヨタのメンテナンスパック入ってるけど、ディーラー整備が一番だわ。ビッグモーターはタダでも行かない。お、そうだな。無料券、意味深。ちゃんとした対応というものを知らないから、本部から改善指示があっても何もできないのでは。ここでしか勤務した経験のない従業員からすれば、車に傷をつけるのも、街路樹を枯らすこともちゃんとした対応なのだろう。何と交換されるのやら。事前に車全部撮影してからオイル交換して、その後傷ついてないか全部チェックしないといけないの面倒くさい。ボイスレコーダーを内装に忍ばせておくだけでも良いぞ。立ち会いでやってもらえばええやん。ここまで疑うのなら、他社でオイル交換を依頼した方がいいだろう。車設備得意な人なら車に小型カメラ、録音等隠してつけて YouTube 上げれ、またバズるよ。これ転売させたらあかんやろ、メルカリ、被害者増えるぞ。倒産したら記念に買いたい。オイル交換という概念を売る新しいコンセプトの中古車や、ビッグモーターは店舗販売だけでなく、いわゆる中古車販売サイトにも掲載している。店舗に足を運ばなくても、様々な中古車を選ぶことができる、大変便利なサイトだ。だがなんと、一連の不祥事の影響で、大手販売サイトから追放されてしまったようだ。速報、ビッグモーター、いよいよ中古車販売サイトから追放される。速報、ビッグモーター、グーネットに掲載できなくなる、カーセンサーは大丈夫とのこと。バラしてメルカリで売るしかないな。遅すぎるくらいやろ。カーセンサーの方がだいぶシェア高いだろ。さすがに今日あたりカーセンサーからも消えるだろう。掲載料それなりにかかるから計画的に止めてるんじゃないの？このスレが立ってから、5日後の2023年8月9日、カーセンサーも、ビッグモーターが扱う車の情報の掲載を停止した、と報道された。同様他社は笑いが止まらんだろうな。案外震えてたりして、大手ディーラーでさえ大なり小なり似たようなことしてるはずだしな。ビッグモーターが中古車情報サイトから締め出されても影響ないバス、逆に掲載費用が浮くと喜んでるかも。BM の今の客層は、ネットを活用している人たちじゃなかったから、年寄り、情弱、貧乏人。職歴に元ビッグモーター勤務って結構きついな。会社名は BM ホールディングスだから町工場なら意外とスルーされるかも。100% 潰れるやん。まだおる社員さんら何考えてんの？最後まで残ったら略奪できそう。何がどれだけあるとかの記録がめちゃくちゃになっててもおかしくないし。在庫とか客から預かった車とかは残らないだろ。今辞めたら自己都合退職。会社が潰れるようになって辞めたら会社都合退職だから失業保険いっぱいもらえる。Google マップからも消えたしな。復活したけどな。マスコミや一般人からの批判とストビューよけに Google マップから消させたけど、社外の販売サイトの地図も表示できなくなり削除され、慌てて戻させたって場当たり的な感じかね。いかがでしたか？むしろ車を売りたくて仕方ない今が狙い目ではないでしょうか。安いと思ってもメンテナンスパックプラス20万つけたらの値段とか、メンテナンス持っていったら壊されていらん修理代取られて挙句に事故車だったり、カモネギか？もはや国内最大級の反社組織だし、従業員は銀行口座も作れなくなるんじゃないのか。またまた、と思ったけど確かに反社会的組織ではあるな、客観的に見て。パワハラで仕方なくとか言ってもそのしわ寄せ客に投げつけるんだから従業員も共犯加害者だわな。闇バイトの理屈と変わらん。保険取り扱いもないから修理も来ない。よかったよかった。天才、ひでは。スレミンが貼ってくれたのはある店舗への口コミのようだ。車の乗り換えを検討して来店したが、査定金額、従業員の態度が合わず退店することに。すると手を広げ帰り道を塞がれ、何度も謝罪し帰宅したい旨を伝えても帰らせてもらえず、非常に怖い思いをしたそうだ。怖すぎ。ぼったくりバーみたいだな。店に行ったらただじゃ帰れない。進路塞いで店から出さないなんて監禁だな。その場で通報してやればよかったのに。この悪魔のような主任さんも毎日 LINE で経連呼されてるんだろ。みんな被害者だよ。はい。ビッグモーター、国交省が一斉立ち入り検査、関係者が報道陣に対し、みんながみんな、そういうことをしているわけじゃない。ビッグモーター顧客、不誠実極まりない対応に怒り、社員、不正徹底的に調べて。ビッグモーター34店舗で、一斉に立ち入り検査を始めたというニュースだ。口コミのあった多摩店は、34店舗の中で最多となる122件の不適切行為の疑いを指摘されているという。泣いてたの客だったんだな。そりゃそうだよな、街路樹切断の丸太生産が本業だからな。誰か値下げ交渉したやついる？
保険代理店解約で自賠責入れないから車検も通せないし、指定認証工場取り消しも控えてるからもうおしまいだな。どっかの保険代理店で自賠責切ってもらったらまだ車検は通せる。業界内からハブられ始めたか、そのうちに部品商とかからも取引切られて立ち行かなくなるだろうな。さすがにこんな社会道徳が欠如した企業と提携なんてできんやろ。自社の信用問題に発展しかねんし。退職金制度どうなってるか知らんが、出るもの出るうちに逃げるべきだろうな。退職金ないので高級。未だに在籍というか自主退職を認めない作戦してそう。株持ってる創業家の元社長、副社長が今後も配当でウハウハの川残業だったけど全部パーになったな。倒産安売りセールしたら買うよ。嘘つきはビッグモーターの始まり。15年前に見積もり取って車検出したらテールランプが故障してたと言って追加請求された。昔からインチキやってるのになんで今更だよ。もちろん追加請求は払わないと押し切った。同僚も当日車検で被害に遭ってた。昔から今のように不誠実な対応をしていたのだろうか。泣き寝入りしている方も多いのかもしれない。販売サイトから追放されても大したことない違法行為が横行してバレなければいいという覚悟を持ってる企業に他の企業が勝てるわけがない。小さい車屋ってヤクザっぽいの多いから名前の知られてるところの方が安心、なんてことはなかったわけだ。むしろ小さい車屋でヤクザっぽい風体のおっちゃんの方が面倒見が良いことが多い。VIP 在庫中心半グレっぽいとこは見たまんま。わかる、すごく入りづらいし事務所もタバコ臭かったりなんだけどめっちゃ親切。車買った時は代理店なのに、保険はネットで好きなの選んだ方がいい。その前に車探してるって話した時は、今は高くて時期じゃないからまだ乗れるならもう少し待つべきって。そんな感じでもう受かってなさそうなんだけど、週末は各地から車好きが集まってワイワイしてるわ。ちっちゃいとこでも在庫車見れば大体わかるだろ。多分社名変えるだろうけど、認定やらそのままは難しいだろうな。業界大手を潰すチャンスと考えたらライバルも必死やろな。とりあえずこの一件が終わるまでは取材すら来てほしくないから、目立たないようにおとなしくしているだろうよ。古物商許可って取り消せないのかな？存続しちゃいかん会社だね。不正、犯罪、パワハラのオンパレードやん。トップ交代でまずやったのが LINE 削除命令で証拠隠滅って是正する気がないだろ。普通は多少擁護できる余地があるだろけど、ここまで 100% 悪いところしかないってのはすげえわ。問題は他のディーラー含めて自動車販売、整備してるところも見えない範囲で手を抜かれ、やった体でお金を取ると持ち主にわからないってところだ。思ったよりも根深い。確かに作業している姿を確認できないのは不安だ。愛車を預ける業者は慎重に選ぶ必要がある。ヤクザのフロント企業だってもっとまともにやってるんじゃねえの。逆にまともだと思う。なんかあったらすぐ引っ張られるから、丁寧で慎重。フロントの強みはクレーム対応、と事故対応、って言ってた。今までなんで問題にならなかったんだろ？マスゴミがスポンサーの犯罪をもみ消していたから、ネットではやべえ会社だってのは有名な話。ガチで潰れそうだな、ざまあ。潰れたら困るけど、オイル交換を格安でしてくれる良いお店なんで、スノコ SP530 がリッター100円は破格。それ本当に交換してると思ってるのか？車痛いって、ログ遡って見てきたら？本当にやってくれていれば、こんなに格安なのは確かにありがたいのだが、今となっては全く信用できないという人が多いだろう。横のつながりが強い業界だから引く方向へ転がると再起不能だな。在庫処分セール派よ。相場値を下げるようなことはそれこそ同様他社が許さない。グーネットの価値が上がり、カーセンサーが落ちた。逮捕者も出てないのに締め出しして大丈夫か、公取に怒られない？潰れる直前には保有車両をオークションに大量出品して中古車価格が荒れそう。ロシアに密輸で食っていくしかない。早く会社更生法適用まで行って株主総入れ替えしないかな。分かってたけど完全に終わったな。サイトから消えるなんて、びっくりしてモーター。お前らカーセンサーに突しまくれよ。何やってんだ、昔の企業はこうじゃなかったぞ。いくら不祥事だらけの企業が相手でも、節度を守った問い合わせにとどめよう。中古車販売サイトから、KKK。いつ頃潰れるかな。資金繰りが悪化して銀行にそっぽ向かれたらすぐ。だいたい半年先くらいに動きある。7、8年前にビッグモーターに奥寺落札してもらったけど、その時は入庫時点で現状確認させてくれて汚れがひどいパーツ無料で交換してくれたりしたから結構しっかりしてんなと思ったけどな。まあ店によるんじゃな。ビッグモーターは全国に300以上の店舗を構えており、今回の水増し請求問題で国土交通省が立ち入り検査を行ったのは34店舗だ。他の店舗はしっかりしていると信じたい。もうできるサービスなくね？オークション代行とか？時間の問題だな。
USS から追放されたら終わり。来月出店予定の店どうするんだ。残念でもないし当然。真っ黒いイメージしかないビッグモーターだが、社員の求人は真っ白なイメージで掲載されているようだ。画像、ビッグモーターさん、超ホワイト求人だった。未経験 OK、土日休み、残業少なめと魅力的な言葉が並ぶ。給料面でも申し分ない金額を提示しており、さすが大手企業だ、という印象だ。ホワイト企業オーラ全開やんけ。かわいい、こんな子らにローン営業されたら余裕で契約しちゃうわ。アンブレラ社。ジムで40万はすごいな。ジムで40万は一流企業やな。月収80万とかどんだけやらかしてたんやろうな。なお現実。耳に電話固定は牛島くんでもやってたな。漫画の世界のことが、現実で起こっている。とても信じられない、恐ろしい光景だ。中古車屋で土日休みなんてあるんか。土日休んだら降格させるだけや。土日休み OK ってなんや？当然やろ。土日休み OK のヤバ操作具合。事務職は実際どうなんやろ。休みあるんか？年に何回かは休めるだろうけど客商売だからな。土日が稼ぎ時の業種では、土日勤務を必須としている場合が多い。こういうのって大体嘘だよな。年間休日とかちゃんと見た方がいい。残業少なめで草、求人の段階で残業はしっかりある前提なの怖いわ。やりがい、助走、100% 反射営業？インセンティブって木一本からしたら10万とかかな？環境整備してる写真がないやん。営業とジムで天と地の差がありそう。キラキラだったのにどうして？ついに店頭クレーマー現る。泣く事務員、代わりにクレームを聞く上司。涙でキラキラしてるじゃん。事務員がクレーム対応するって大企業やと普通なんか？ドラマのワンシーンみたいですき。左が店長定期。可愛い女いる店舗でやってるあたりやらせやろな。左のおっさんのポーズなんか草。怒ってますってポーズ。学生の時に列になった先頭がみんなこれやってたの思い出したわ。いや、なお現実。基本給安い、ボーナスない。福利厚生に研修旅行とありますが、その費用は給与から引かれてます。親睦費など含めると給料から1万以上わけわからないお金が引かれます。そのくせ、住民税などは引いてくれないので自分で払いに行ってました。固定残業代があるので、残業代はやっても出ない感じでした。あと環境整備なる日があって、会社の偉い人が来るから前日は残業してまで掃除。次の日に偉い人が来て、ケチつけるみたいな感じです。普通の仕事だけでなく、わけわからんそんなことのための残業強いられます。住民税自分で払いに行くわ草。住民税引かないってどういう会社なんや。業務委託でもしてんの？住民税自分で払いに行くってそんな会社あるんか？嘘松やろ。ここの本部は楽しすぎやろな。住民税を源泉徴収されないのわけわからなくて好き。ちゃんと環境整備に言及してるの草生える。前職ビッグモーターって3年間無職よりイメージ悪いやろ。ストレス耐性は強いって見方もできるから。ブラック労働の実績あるどが欲しい中小企業の社長とかいっぱいおるやろ。顔で笑って心で泣いてる。しかしここまでいろいろ悪どいことやってたのに、今まで全く漏れなかったのってやっぱり高収入だったからかね。ヒント、創業が山口。ブラック言われてたし就活してたらやめとけ言われる会社だったやろ。でも経営計画書では良いことも言ってるよね。パワハラ上司もいなくて働きやすそう。勝て将棋なら良いという風潮。麻雀を愛する人への冒涜ですよ。なんで麻雀限定なんだよ。副社長が麻雀弱くて嫌いだったから説。副社長即日解任やんけ。ロイヤルファミリーは人間の苦だった。協定ジャンキーは採用しない。クレジット審査、これも店長の業績に入れるわけやね。元社長ジャンキーか？なんか具体的すぎん。ファンファーレ聞いて血が騒ぐ競馬ジャンキーやジャンの音を聞いて血が騒ぐ競輪ジャンキーは許されたんやね。書き方がなんかおもろい。賭けに関して妙に具体的だな。賭け事に関して、何か思うところがあるのだろうか？ビッグモーター社員が今日も出勤するという現実。もうビッグモーターは兼重親子が株式手放して、別の会社名で申請するしか方法ないと思うで。夢物語だな。厳しい言うてる割に動画撮る余裕はあるんやな。この仕事に大切なことは？お客様に嘘を言わない。両親傷んでて草。人ってこんな眉間にしわ寄せれるもんなんやな。よぎったんやろな。カンペ見えなかったんやろな。苦しそう。そんな顔で言うな。こいつはクビやな。まともな企業で働ける良心がある。今月一番笑ったわ。心痛めてるやん。こいつは多分いいやつ。嘘言って良心痛んでそうな顔で草。SOS 発してて草。ひねり出してて草。ピ
ットが全然汚れてないけど本当に車の整備してるんか。人の心を捨てきれなかった悲しき生き物。両親の呵責との間が伺える。険しい顔してて草。辛そう。草。闇バイトの指名手配書ですか。車の知識ゼロはさすがに無理やろ。ほんま金のことしか言うてない。なんかもうビッグモーターがかわいそう。嘘。税金で生やした街路樹を破壊したのは一切言い訳聞かんぞ。ビッグモーター社員、すいません。お世話になっております。ビッグモーターの、です。先日は納車の方遅れてしまい申し訳ございません。本日出発前に一度連絡させていただいて伺わさせていただきます。すいません。こちらの写真なんですが次のお車ボクシーにかかってくる環境性能割といって所得税なんですけど、納期の際にいただくことは難しいでしょうか？これは、何でしょうか？最初にお話聞いてない費用なんですが、ボクシーにかかってくる所得税の税金になります。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。お支払いいただくのは難しいでしょうか。環境性能割といって所得税なんですけど。所得税な、信じられんけどマジで間違えてるんだよな。これか。自動車所得税とは自動車の購入時に取得価額に対し課税される税金で、2019年9月末で廃止された税金である。現在は、燃費の良い車ほど税が軽減される環境性能割という制度が導入されている。間違え続けてるし、マジで分かってないのかと思うと震えるわね。ボクシー獲得ボーナスみたいなもんか？日本語終わってるやん。この手の営業ってなんでちょっと日本語怪しい感じなんやろな。言わさしてとか気になるもん。連絡さして、伺わさしてなど、気持ちの悪い言い回しだ。こういうのな。ツッコミどころ満載のショートメールいただきました。わらわら。お世話になっております。ビッグモーター、天の、です。この度不祥事の件大変申し訳ございませんでした。真摯に受け止め信頼回復に努めていきます。私が担当させていただいている方は不正すべて個人的に調べます。この度はご迷惑ご心配おかけし申し訳ございませんでした。調べなくても、自分の胸に手を当てて考えたらわかりそうだけど。謝ってばっかでさ。ビッグモーターって悪事差し引いても無能じゃね？これから悪いことしなくても良い企業にはならなそう。ビッグモーターの社員って、ビッグモーターの非常識が社会の常識とか思ってそう。やばすぎやろ。なんか受付嬢にも営業ノルマあったんやろ？ありなん。そういうの。ノルマは違法だけど努力目標やからセーフな。守れなかったら罰金と刑するだけやから。受付にノルマって意味わからんくて草。多分自動車保険の契約のノルマがあるで。店舗でノルマはあるで、店長から詰められるんやろ。店長は上から詰められるが。はい、受付の姉ちゃんたちも大変やな。女に優しいなら産休育休アピールとかないん？総務とかの事務って基本発給だよな。ビグモはもともとヤバい経営者やったのかコンサルの影響でヤバくなったのかわからん。稼げるぞ。人生の変わる音聞こえてるやろな。文化の音が聞こえるみたいな表現は草。本当？人生の変わる音、客の車をゴルフボールで殴る音。金金金で金の亡者やん。まあ実際お金はたくさんもらえたらしいからな。でもこんな車屋でこんなもらえるんやなってのが正直驚いたわ。こういう店って田舎にあるイメージだったから発給かと思ってたわ。ジム、営業ノルマあり。うまい話には裏があるなど、都合の良い話に安易に飛びつかないように、戒めることわざがある。この戒めは世界共通であり、どんな美しいバラにもトゲがあるという言葉は、すべての国にあるそうだ。それほど人間というのは、甘い話に引っかかりやすい。皆さんも甘い話には気をつけて、修理業者や就職先はしっかり選ぶようにしよう。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。うまい話に飛びついて失敗した経験はありますか？よかったらコメントで教えてください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。